ラーメンゴンベ。今日はね、ちょっとこの近くにあるラーメン屋さんに行こうかなと思います。まあ、この後ろ見てもらったら分かるんですけど、頑張ろうマビということで、マビに来てですけど、マビでもね、いろんなうどん屋さんとかラーメン屋さんあるんですけど、今回ちょっとね、気になったところがあるんで、ちょっとそこにね、今から行こうかなと思います。はい。はい。今日はちょっとこちらに行こうかなと思います。ラーメンゴンベ。これ動くやつよね、普通。おお、こういう感じなんだ。ちょっとこちらにお邪魔しようかなと。ラーメン、普通のラーメン、どうしようかな。まあ、僕も普通のラーメンにしようか。そうそう、中辛とかある。激辛ラーメン、普通のラーメンね。初めて、初めて、僕も初めて。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。下、下、うん、結構なんかやらしい感じ。鳥を煮込んでるね。うん、あ、いい味した。味はいいね、これ。なんよし、いいね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。というわけで、マビのラーメン屋さんに行ったんですけど、はい、どうでした。いや、僕は結構好きな広島のラーメンに似てて、とても美味しかったです。なんかちょっと僕もあんまラーメンめちゃめちゃ詳しいわけじゃないけど、鶏ガラスープなのかな。そうですね、鶏ガラベースですね。が結構優しめの、なんかまろやかな味で、もうスープだけで、そうですね、お酒が入ってるということで、結構ね、昼間も行列できたりとかいう感じでね、結構いい感じな感じで、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、今日はもうこんな感じで大丈夫ですか。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、岡山県倉敷市、
真備町川辺にありますゴンベイさんにねお邪魔させていただきました。こちらなんですが、まあ、情報によれば20年以上ね地元に愛されているお店ということなんですが、この2018年の7月のね集中豪雨により、浸水被害がありまして、一時期ね、営業できなかったということなんですけど、2019年の1月より営業再開ということで、まあこのね大体2019年ぐらいから、復興、し始めたお店が、いいかなと思います。で、まあ、初めの方にね移ったんですけど、この、スーパーですね、あの頑張ろうマビと書いてるスーパーもいち早く、オープン営業再開したお店ということで有名になったんですが、まあそういうねお店もある中、こちらも普通の飲食店さんも、2019年にオープンされたということです。まあこちら、このね豚骨、ベースなんですけど、意外とあっさりで、まろやかな味ですね。本当にスープがねすごい美味しかったですね。なんかもうスープだけで、満足してしまうんじゃないかというぐらい、結構ね美味しい鶏ガラの、スープでございました。まあこちらこってりがね苦手な方もまあいただけるのかなという、いろいろなねいろんなね話を伺いますね。でこれがね麺は中細ストレートということでね、そういう感じなのでぜひ皆さん行ってください。営業時間が、朝の11時から、お昼過ぎの、15時まで、もうこれラストオーダーギリギリまで、面倒見てくれるということで14時50分10分前ですね、クローズで、こちら、休憩時間挟みまして、夕方の17時から、20時まで、またこちらもね、ラストオーダーが10分前の、19時50分まで、定休日が水曜日となっておりますので、お間違えないように皆さん行ってみてください。まあこの川辺なんですけど、まあいろいろね横溝正史の疎開先とか、まあいろんなね観光スポットがありますんで、ぜひ皆さん、ここに来て、まあいろいろ遊んだり、見たり楽しんで行ってみてください。ぜひ。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。